えー、そしたら、今までは皆さん結構テッキーな内容の発表だったんですけど、私は相変わらずテクニカルの話はしないつもりなので、えー、今回は脳炎上、ワ、まあ、ー,ーと、えー、スペのプロジェクトのコツを教えますということで、えーまあ、どうやって進めるのが好ましいかっていう話をまあ軽くしようかなと思ってますでこれ一応あ動かないあまた動かなす。 はい、一応ですねこれ VMworld のコンテンツの一個で動画にしようと思ってるんで面積事項なんて書いてたりしますけど、まあ、あの読み物として読んでくださいというような感じです。でざっくりアジェンダですね、えーまあ、2つ書いていて、まあ、案件がよく炎上するポイントって何っていうところと、まあ、そもそもプロジェクトのコツみたいなのがあるのっていうところの2つにフォーカスして、えー、今回はお話をさせていただきます。 ちょっと今日自己紹介資料、だからスライドを作ってないんですけど、以前、ちょっとお話をさせていただいたこともあるので、まあ、簡単にお話し,しますと、えー、私は v x パート3年目で、今年から v x パート e u c で終わってますと、で、テックバンという会社に所属していて、まあ、大串君とか矢島さんと遊び人と一緒ですね、の、えー、メンバーで、彼ら EUC を扱う部隊の一応、取りまとめをやってます。 まあ自己障害こんな感じで、早速え中身に入っていきます。案件が炎上するポイントはどんなものがあるでしょうかと。一般的に普通の案件ですね、ワースペ限らず、案件テーマは大体、提案がぼやけてるよとか、大体お客さんにいい顔して提案しちゃったとか、あとはこう案件取るんだけど、実は経験者、有識者いないみたいな。 ものだったり、まあ、よくある上流工程ですね、えー、要件定義だとか、まあ、それの外部設計とかそこら辺が実はあまあまでスケジュールが遅れちゃうだとか、まあ、そもそもスケジュールが破綻してると、まあ、こんなのがわりかし普通の案件やっていてもよく出てくるような内容になっているかなと思いますが置、まあ、かれつく中で大体炎上するのってどっか引っかかってるかなと思います。 でそんな中でじゃあワースペーってどうなのってなると、まあ、これも同じなんですね。基本炎上するポイントって他の特別になんかこう EUC の製品だからとかあんま関係なく、まあ、燃えるとこは燃えますと。なんで今回はその燃えるは燃えるんだけどもうちょっとそのワースペによってどんなところで燃えやすいかっていうのを、まあ、我々 SI 屋なのでその SI 目線で まあ実際に燃えた案件だったり、まあ、私のところってわりかし、プライマリーでお客さんとやりとりするときって、うちの,の自慢なんですけど、燃えたことないんですけど、まあ、支援とかするとよく燃えるので、まあ、どういったときに燃えるのかっていうのをちょっとお話しさせていただければなっていうので、見ていきます。まず一番最初ですね、えー、提案内容がやっぱ貧弱だよと、ここは一番大きいですね。まあ、そもそもまあ案件獲得優先しちゃったり、 お客様にいい顔をする何でもできますよっていうような提案をするのはまあ大体燃えますとでこの製品の特徴かもしれないんですけど大体メーカーさん VM さんですね、まあ、彼らのハイタッチが、まあ、大体提案一発目をお客さんに持ってったりすることがわりかし多い製品ですでメーカーさんの営業は、まあ、どちらかというとあの実現性とかその実際に導入したらどうなるっていうよりは全体のビジョンだとか方向性みたいなものを その語ってお客さんとこういうビジョンでやりたいねとかこういう今後になりたいねっていうようなそういう提案を大体持っていくことが多いです。なので、まあ、結構多いんですけどメーカーその VM さんの営業ハイタッチの人が提案している内容をまあほぼほぼコピーしてフォート変えただけみたいな SIR の提案は大体燃えます、はいで。あとはもう製品の機能紹介をそれっぽく書いてるような。 何でもできますよみたいなところもまあ高確率でも燃えますで。あとはそのよくあるお客さんからそのお抱えの s i サ屋さんみたいのがいてワークスペースワーンだとかそういう製品ちょっと面白そうだから提案してみてよって言われてよくわからないけどとりあえず提案しようと頑張った感じまあ当然厳しくなるのはもう間違いないですと。なので、まあ大体 うんと提案内容をぼやけてたり、その実際にちゃんと SIR が言葉にして、ちゃんと提案になってるかっていうのがまずポイントですね。の製品をよく分かってないまま提案しちゃうと、まあ、大体こけますよ。これも他の製品も同じですね。よくある話です。でケース2として、まあ、やっぱ技術力とか経験の不足ですね。そこら辺はですね、っ待ってください。い、えー、しょ はいえー、ここは有識者、経験者、実はいないんだけど、案件取れちゃったみたいなケースですね。これもありかし多いんですけど、まあ、PM だったり、メンバーだったり、何だったりって僕が、メンバーが一応1セットになって初めて案件ができるんですけど、まあ、この領域、技術者少ないんで、結構技術者不在が多いです。で、何が起きるかっていうと、 案件確定してから、一生懸命技術者を集めたりします。なので、自社完結できないとか、そのパートナーさんを当てて探すとか、その自社の中でも有識者が限られていて、それを一生懸命探すなんてことをすると、やっぱり厳しいことになったり、あとよくあるのが、大手のエサ屋さんとかで PM さんだけ出して頑張りますってやるんですけど、あのこの製品、運用に関わる製品全般、 ホライゾンとかもそうだと思うんですけど、ある程度知ってる人がやらないと、あのお客さんからの要求、変わったりしたり、内容が変わったり、その要望が変わったり、キャッチアップしたりっていうところで、どうしてもスケジュール、おかしなことになってくる気がちなんですね。あとはもう判断できないからイエスって言っちゃうとか、これやると、どんだけメンバーが揃っていても破綻します。これは非常に多いパターンです。なので まあ大体やっぱ提案するときにちゃんとメンバー揃えられますかっていうところが大事になってきますあの。勢いだけでやっていくと、できるできる詐欺みたいな感じになって、お客さんからお叱りを受けると。まあ、炎上しちゃうみたいなのが、やはりとよくあるで。もう一つが今話したところの派生ですね。まあ、経験不足、実績不足っていうところから来る爪めなまさです。もうここら辺もそうですね。スケジュールも 実現性のないスケジュール引いちゃってませんかとか、要件やっぱまとめられませんとか、まあ、ありかしらあります。これやると、あとでなんかもう無理くりなんかしないといけなくて、言わずもがなスケジュールを破綻して設計変更多発。これも炎上確定ですと。まあ、よくある内容ではあるんですけど、わ割と現場では起こるようなケースがいくつかあります。じゃあ、プロジェクトのコツってどうやってやっていくといいんですかねと。 そうなんです導入して終わりじゃないんですよ。援助ポイントをいろいろ見たんですけど、一番簡単に言うと、まあ、信頼できる SI さん探してやりするのがもう手っ取り場合、これ間違いないですと。ただ、それだとあまりにもネタとしてどうなのっていうところがあるので、このプロジェクトを回す上でのコツですね。まあ、どちらかというとあの SI っていうよりは、お客さん目線で お願いするときにどういうところをチェックしていってやってもらった方がいいのかみたいな話をちょっとしようかなと思います。なので、エサヤさんが聞いてるとつ耳が痛かったり、おいいらんこと言うなよみたいな、そんな話も出てくるかなと思いますが、まあ、炎上しないためにはこれいいですと。で、大きく炎上を防ぐためのステップ、えー、提案、ポーク、ワークショップ、予言定義って書いてるんですけど、ここまでですね、ここまでの工程なんとか、なんとかすれば、まあ、燃えずに終わります。 じゃあ、先ほども言った提案とか、えー、どういうところをチェックしていけばよいかというところです。で、先ほども少しお話ししたんですけど、メーカーさんの提案書と SI が出す最終的な提案書って、ニアリーイコールでもあるかもしれないんですけど、内容、観点がやっぱ違います。でなぜかというと、さっきも言ったように、VM さんは、 ビジョンだとか方向性、そういうところでお客さんのあるべき姿になるためにはこうすいませんか、こういう製品使えますよっていうような誘導の仕方をすることが一般的に多いですと。対して SI は、お客さんのマスト要件、そういうものに対して実現方式をちゃんと提案する必要がありますと。で、これができないとやっぱりモヤモヤしながら進めちゃうので破綻してしまうと。あとはもう、ここはあのお客さんとのパワーバランスもあるんですけれども、 スケジュールは忖度なしでちゃんとできるものはできるできないものはできないって言わないとどの案件でもやっぱ燃えますねで。あとはここの製品もよくあるんですけど要件固ま,らない固まりきってないっていうケースが非常に多いです。なのでスコープは明確に提示すべきって書いてあるのは提案したタイミングのスコープはこれです。なので提案に付随して その金額とかも出てくると思うんですけど、それはこの範囲でやる上ではこういう金額なんですよっていう見せ方をしないと、あとでいろんな変更が走ったときに燃えてきますと、そこら辺が結構肝ですねと。なので、最初に燃えない第一歩っていうのではもう提案で、お客さんと SI 側の認識ナッ阻害、僕当たり前なんですけど、意外と大事な項目です。で次ですね、えー これ最近よく聞く聞言葉かなと思います、えー、ポックっていうのが、まあ、今まであんまりオンプレやってる時では私自身はあんまり耳にはしてなかったんですけど、まあ、最近クラウド系だとかサーズになってくると、まあ、よくポックポック言いますと。 でポックって何かってざっくり言うとお客さんの環境を使って、まあ、本番通り前のまあ最終チェックみたいな、まあ、そんな言い方はちょっと雑ですけどねそんなことをやるような内容になってますでなんでポックっていうものをやった方がいいかとか強く推奨するか、えー、ここですねポックっていうのが今言ったみたいにその動作確認だとかイメージっていうものをお客さんと共有する最初の場になるんですね でちゃんと製品を調べて、把握しているお客さんってまあほとんどいないんですよ、こういう製品って。でなんとなく、こういう機能が使えるから良さそうだとか、こういうことをやりたいから、ちょっと使えるかどうか提案してみてっていうのが、ほぼ常だと思います。なので、まず、その製品を使ってどうなるかっていうイメージを持ってもらうためにも、b ックっていうフェーズは間違いなくやった方がいいっていうのは我々よく言っています。 でポックをやって、なおかつお客さんの環境でやることによって、環境固有の問題っていうのが絶対出るんですね。そのネットワーク周りがどうだ,だとかあの、管理方法はどうだ,だとか、そこら辺がお作法が出てくるので、これ本番突入の後にやっちゃうと、やっぱそこの回収だとか回避方法をどうするっていうのに結構時間食っちゃうんですね。なので、ポックをやることで、事前に問題とかを洗い出しておく。で お客さんに触ってもらうことで、実際どういう製品で、何をするとどういうふうに動くのとか、イメージが湧くんですね、やっぱ画面を見せたり、説明しても、なんとなく分かるんだけども、実際触ると、やっぱり理解早いので、そういった意味でも、ポックっていう工程はやってくださいと、私は提案するときにも入,れちゃう入れてるような形になりますで。こういうことをやることによって、まあ、ナレッジとか知識の共有ができるので、もうポックこれ、絶対大事ですと。 前にやっぱ要件によってはやらなくてもできちゃうケースもあるんですけど、まあ、往々にしてやった方がいいかなとは思います。はいえー、これがうちがよく使ってるポックの一部の資料を載せてますで。これはたまたまホライゾンの、ちょっとフライ i ビューティフルフリーんですけど、まあホライゾン使ったときとの連携でこんなシナリオでやるよみたいな。わりかし細かめにシナリオを作って、目的を書いて、どういうふうに実現させて、 っていうのを書いた上で、結果こうでしたってことをやるので、まあ、大枠あの、このままなら、要件じゃないですけど、その設計書に落とし込んでみたいなのができるようなレベルで、細かくコックをェやったりします。で、これを、コックをどこまで細かくやるかによって、あの本番で燃えない、危ないところを外すっていうのが、えー、一番近いっていうところですね。で、次ですね、えー、このワークショップ。 これ実は私、今回で一番お伝えしたかったポイントなんですね。で意外とあのワークショップって思われると思うんですけども、これ結構大事な要素なんですと。で、先ほども少しお話ししたんですけども、そもそもワークスペースワンっていう製品、何ができるとか、細かく把握してるお客さんなんて、まあ、あんまりいないですと。なんとなくは知ってますとか、メーカーさんからやっぱいろいろな。 資料とかもらったり、説明を受けたりして、概要みたいのはなんとなく把握はされてると思うんですけども、じゃあ結構細かいレベルで何ができてっていうものを、えー、とちゃんとやってるかっていうと、当、まあ、然やってませんと。しかも提案段階とか製品導入決定前って、正直そこまでパワー割かないじゃないですか。私だったら絶対も入れるって決まってない製品にそこまでワークショップやって、なんか覚えるっていうことはあんましないんじゃないかなっていうのが。 個人的にはあるので、まあ、大体これ、提案が決まって、導入が決まった後にやるような感じなんですけども、僕の前でも後でもどっちでも構わないんですけども、要件定義前にワークショップっていうものをやることをお勧めしています。で、これ、何をやるかっていうと、えー、ワークスペースワンって、機能すごい多岐にわたってます。先ほど、大串さんだったり、矢島さんだったり、内野さんだったりって、いろいろ話をしてくれました。やっぱ 製品のいろんな角度がありますとで、それを全部把握するのはかなり厳しいものがあるのでここでワークショップをやることで何ができる製品なのかっていうのを結構ガツッとやります。なので、あのー、これも3回ぐらいに分けて詰め込み型でやるんですけど、まあ、結構なスライド数で説明をするので。 湯気、まあ、が出たりするお客様も当然いるんですけど、まあ、それぐらいのことをやって製品として何ができそうだこういうことがあこういうのができるのかもしれないみたいなそういうふうな理解を高めてもらうことによって次に控えている要件定義ですねここであの今までもやもやしていたものをもうちょっと具体的にこれやらないで進めると要件定義ももやもやするんです。 わか,かんないからなんとなくで進めて結果進んでいくと案件って進んでいくと当然お客さんも製品触っていくので製品理解って深まっていきます深まっていくと実はこういうことをやりたいっていうのは絶対出てくる製品なんですねなのである程度事前にインプットすることによって極力あのそういう派生しないように進めましょうというところでワークショップは非常にあのおすすめしていますでこのワークショップもその 概要っていうよりは実で何ができるとかで最後1、うちユースケース集みたいなのを紹介してるんですけどこういうお客さんこういうことやってるよとかこんなケースで使えるよっていうのをバサッとやるのでイメージがつきやすいイコール実際どういうことをやってみたいっていうのがつきやすくなるのでこれはもうやった方がいいですとで仮にお客さん側としてあの提案された中でこういうワークショップみたいなのがなかった場合はあのワークショップやってくれって依頼した方がいいです。あのー 嫌だっていうことはないと思いますし、できないっていうパターンだと、その AI は大丈夫かって話になってくるので、まあ、これは絶対にあの、もし提示されてなかったらやってくださいって依頼をした方がいいようなポイントになります。これ非常に大事だと認識しています。で、これやると、ブレがなくなっていく効果的な一手ですよと。まあ、最後は、予件定義です。ここら辺は、この予見定義もうちちょっと他の製品とかと、 若干違うというか、色がだいぶ違くて、これはこの回だから全然言っちゃうんですけど、VM さんの PSO っていうサービスがあるんですね。プロフェッショナルサービスオーガナイゼーションだっけえで、そこで、昔私、ホライゾンの時に、当時一緒にやらせていただいている中で、その進め方が非常にわかりやすいと。ワークショップ、ディスカッションみたいな形で、製品、ワークショップとはまた別カットで、 こういう機能があって、こういうことができるんです。まあ、ユースケースとしてはこんなことがあって、じゃあ設定をしている上で、どういうふうな考え方でやっていきましょうかみたいな、要件定義とあの基本設計、方式設計ですかね。そのなんかガッチャンコしたようなサービスだったんですね。で、それをなんか一緒にプロジェクトやってる時にやって、非常に素晴らしいと思って取り入れましたと。なので、うちの要件定義はわりかし、あの、よく言うその非機能な、 機能要求だなんだかんだんんかっていうようなところよりはより基本設計そっちの方に近い形で進めることが多いですで、えー、ここの要件定義の中で、まあ、PM の字の見せ所ころなんてないうようなところでも出てくるんですけども、まあ、前述した通り提案の時はちゃんとした要件で固まってませんなので大体プロジェクト始まった後に提案とは違う要件が出てくることが常ですなので 我々がやってるのは要件定義はあの要望すべて抽出します。何やりたいか、どういうことでやりたいか。で、それをどういうふうな方式で実現しようかっていうのを全部落とし込みますも、まず落とし込んだ上で、今回その、まあ、提案はもともとしていたんだけれど、限られた、まあ、我々もやっぱ資源限られているので、我々が今回提供できるリソース、工数では、この範囲までならできそうです。 という形でその要件定義をやる中でスコーピングをするんですね、改めて。で通常の案件スコ,ープしスコーピングみたいなのってもう終わってるんですけども、この案件に限っては我々はこのタイミングで、えー、と精緻なスコーピングをしています。なので、えー、何がここでそういうことをやると何がいいかっていうと、お客さんにやりたいことは全部出ます。でその中で、今回はここまでって区切ります。で次のステップで、 えと足りなかったものを拡張しましょうという形で最終ゴールとそこに至るまでのプロセスみたいなのがここで初めて明確化しますなのでここでお客さんとそのプロセスの明確化をすることによって途中で変更が発生してどうこうとか何かを急遽得なきゃいけないから燃えるとかっていうのをなくすっていう工程にしてますなので要件定義しながら実はスコーピングするっていうところが肝になってますこれは我々のちょっと特殊な進め方な気がします でこれがあれですね、えー、うちが使っている要件定義の一部です。あの見てわかる通りというか、見てわかるか分からないんですけど、ディスカッション形式になっていて、これ左側が、えー、と説明部分になっています。こういう機能があるんですわと。こんな機能が、えー、と提供されていて、でこれを 実現するためにお客さんの環境じゃこういうふうに組みませんかみたいなものを話しながら説明しながらこの要件的にえある時決めちゃうんですね。で合意したものを今度は最初にドキュメントとして基本設計とか外部の公式設計みたいに落とし込んでいくってことをするので、まあ、結構パワーは使います。なんですけどあらかたここでいろんなものを出すのでその後に大きな 変更みたいのはじゃないことが多いです、はい。まとめです。まず提案ですね、えー。メーカー提案と SI 提案、ほぼ中身が一緒だったら注意した方がいいです。実現性どうですかとか、ちょっと突っ込んだ方が間違いないです。ポックですね。これも理由がない限りはやった方がいいです。POC、PO 当然、優勝、無償あるんですけど、 まあ、あのポック含めて案件だと考えていただいた方が幸せになれると思うので、僕はやった方がいい。で洗い出せる課題、試行感はポックでお客さんと認識を合わせるとで。次、ワークショップはこれをやった方がいい。でやらないことによって、やることによって精度の高い要件定義に臨めますよと。なので、ワークショップがない場合は、 サイさんとかメーカーさんでもいいんですけど、こういうものをやってくださいっていうのを明確に言った方がいいです。どちらかというと、運用の目線のワークショップをやってくださいっていうのがいいかなと思います。最後、要件定義は現実的なスコープを定めてくださいよと。スコープは本来提案段階で決めるものなんですけども、まあ、このプロジェクトでは未定のケースが大変多いです。なので、このタイミングで確定させましょうというところですね。 でここで一旦終わるんですけど、アペンディクスちょっと書いてます。これはよくある話で、よくこの製品使うときにログってどうですかとか、あの監査ログの目線でどうですかとか、監視してるんですけど、オンプレと同じような感じで出ますかっていう話、よく聞きますで。そもそもワークスペースワンをはじめ、s a ス s 製品はあのサービスとしての提供なので、 従来のオンプレみたいな考え方、そのログを全部手元に抱えて何かあったらそのログを自分たちでたどって原因を探すみたいな考え方を維持するのはちょっとしやらない方がいいかなと思っていますで。実際にこれどこまでできるかって正直ログについても VM 側がこの障害解析するために使うログとかが多いので今までオンプレと同じような考え方でログを出そうとするとかなり無理があるのでそこは そそもそもサービスの提供だっていうのを、えー、把握した上でえで、ー、設計をすることをお勧めします。もう一つ、プロジェクトが進むにつれて製品理解が高まりますよというところで、まあ、設計変更だなというのが結構出ますと。でまあ、当然、我々 SIA もお客さん満足度がまず第一なので許容できる範囲は努めて頑張りますと。 やるんですけどやっぱコ,ースコスト的なものとか、まあ、期限でどうやっても無理だっていうところはまあ出ますなので、そこはもう完全に別プロジェクトにさせてくださいねっていう話をまあちゃんとしましょうと。で我々、SI 側の不適義の場合はもう別なんで、これはもう昭和にやるしかないんですけども、も要件が変わったとか追加でこういうことしたいっていう時きは、まあ、我々もできる範囲はやりますが、まん、あ、たはしません。 で、参考までにワークスペースワンの案件って、まあ、SAS 製品だから、割かしすぐ導入できるんじゃないのなんてお客さんやっぱりいるんですね。えー、それこそ1ヶ月、2ヶ月でいけちゃうとかって話をく聞くんですけども、まあ、考えることいっぱいあるので、我々よく4ヶ月から6ヶ月、まあ、POC 含めて5ヶ月程度を見越してくださいと言います。その内容は POC、要件定義、基本設計、詳細設計、構築、試験。 引き継ぎまでが入って5ヶ月ぐらいを見てくださいねというお話をするので、割りかし算数だからすぐ導入できるよっていうものでもないんですっていうのだけ把握しておいていただけると、スケジュール感も幸せになれるかなという感じになっています。ちょっとまくって言いながら、割りかし喋っちゃったんで、はい、お願いします。ありがとうございました。